第2回芸人界最強ラッパー決定トーナメント開催決定。一人目のスチューデントは、うまいだけでかっこ悪い人いっぱいいたんで、そういう人には負けたくないですね。中山浩太、 YouTuber になりてえな。2009年 R1 グランプリ王者に輝いたピン芸人、現在は歌ネタでバズっている一方で、久しぶりってわけでもねえな、久保田。昨日 YouTube で会ったな。お前撮ろうっつってすぐ俺に連絡すんの。だけどさ、今年 MC サーモンと始めたポエトリーリーディングが泣けると話題になっている。パンチラインは自分は持ってると思うので、マイク一本で戦うんやったらピンの人間なんで、売れてるコンビの片割れ、もしくはトリオの一人みたいな人には絶対負けるわけにいかないですね。すごい、最初からすごい。そんな中山を育てるティーチャーが、失礼します。はじめまして、スー君と言います。スー君出てきて笑っちゃうのどうなんだね。これはもう失礼だね、俺らね。褒めて伸ばす教育スタイルで、前回は溝上田んぼを教えたスー君ティーチャー。そんな中山と戦うスチューデントは、よろしくお願いします。新作のハーモニカ、溝上田んぼ。前大会ではプロ顔負けのスキルで優勝者杉本と大会屈指のベストバウトを演じ、 YouTube では95万回再生を記録。その実力はヘッズにも認知されている。反響はいや、もうめちゃめちゃありましたね。今までのどの番組よりもあったんじゃないかっていうぐらいありました。もう本当フリースタイルティーチャー様々です。ありがとうございます。ちょっと優勝したいですね。優勝へ自信を覗かせる田んぼを指導するティーチャーは、田んぼ終わった。おはようございます。新平さん、俺のテーマが分かるか、今日の、うん、ファンキー体育教室だよ。うわー、よろしくお願いします。厳しくいくよ。うわ、俺はお前は調子に乗ってると思う。乗ってない。俺なんなら一番うまいんじゃないかぐらい。いやいや、心の根っこでは天狗になってんだよ。全く、いきなりこんな怒られるんですか。うん、ということで、とりあえずかかってこい。どうした。よろしくお願いします。どうした。かかってこい。熱血モードのシンペーターティーチャー、ここから想像を超えるスパルタサイファーが始まった。ぶっ殺してやるよ。酒井が次来ようが、杉本が次来ようが、知らねえやつがどんどん俺の前に来ようが、俺の壁が高いんだ、どこ見してやるって。まだ俺の時勢がいいけど、次世代には見えないし味気ない、そのレンコンの間に詰まったからし、中身がねえんだおめえの話、そこが悲しい。いきなりフルスロットルな新ペーターティーチャー、かなり必死に食らいつく田んぼに強烈なアンサーを容赦なく食らわせていく。おめえがどこの誰かわからねえ、それが伝わらねえからくだらねえ、背のマイクが錆びつく、お前の唾吐くんじゃねえ、お前がどこの誰か聞かせろって言ってんだよ。甘い。いえ、全然甘い。ラップのネタをやってて、だから勝ちてって。いや、そりゃそうでしょうよ、あんたの勝手ですよ。でも勝つやつってなんか納得させられるじゃん。仕方ねえなって思えるまで1ヶ月でどんだけできるかじゃない。はい。新ペーターティーチャーの熱血指導は続く。10万円目の前で逃げられたら悔しいんだよ。あいつに M1 も行かれてよ。お前死ぬほどちっちゃいな。お前が言ってることにな、首振ってうなずいてくれるやつなんて一人もいねえんだ。負けて悔しかったから10万目の前で握られて、おめえどんだけ人間ちっちゃいんだよ。そんな気持ちでマイク握ってんのか。ティーチャーにボコボコにされる田んぼ。目からにじみ出てんだよ。おめえは舐めなきゃいけねえの、おめえのその中心。果たして意地を見せられるか。俺だってやってきたことが中途半端だって言いたいの。笑いを取ってラップすることがそんなにダサいの。違うよ、俺はやりたいことをやろうと思って あんたに教えてもらったこともあるし、それを自分の道で相方と一緒にどこまでも登り続ける、その覚悟を持ってるってことだよ。 OK、 伝わりました。やったー。 OK、 じゃあそのために何をするかだよな。 Yeah、 スタートライン、man。 Yeah、 とりあえず1時間ミンストかけて1時間ぶっ通しでフリースタイルしろ。はい。それ1週間ぐらいやって連絡して。わかりました。ついていきます。ついてこいって。勝手にやれ、勝手にやれ。放
心状態。いやそうなるわ。ここは絶対頑張ったら自分のためになると思うんで、新平さんの一泡吹かすつもりで自分と戦おうと思います。翌日から1時間ぶっ通しフリースタイルを毎日行った田んぼ。直前にはティーチャーとサイファーを行い準備万端。果たして田んぼの努力は報われるのか。真逆だからね、対戦相手と、うんうん、そのシンペーターさんとスー君と真逆。シンペーターさんも前回のシーズンから結構なんかなんかのギアが入っちゃって。いやそうなんだよ、ちょっと味しめた完全に。続いてはこの対戦。3人目のスチューデントはお願いします。ウエストランド井口。すごい。芸歴13年目、岡山出身のコンビ。井口の早口でまくし立てるツッコミを武器に昨年の M1 ファイナリストに選出。さらに今年音楽ユニットを結成して人生初のラップパートにも挑戦しているのだが、ラップやったことはないんで、それがどうなるかっていうところですね。ただ口喧嘩では負けたことないんで、もうチャンスあるかなと思ってますね。確かに口は悪いのよこの人。そんな井口とタッグを組むティーチャーは、おはようございます。お疲れ様です。あ、ウエストランド井口です。あ、新作のハーモニカのサンド。新作のハーモニカ入りはしてないでしょ。めちゃくちゃかっこいい人が来たな。韻を踏み返すっていうのを鍛えられたらなっていう、はい、そんな すぐ言われたのでいけんのかな。宇都宮の夜の8時は渋谷の深夜2時ぐらいの景色。マジで夜になるとどこも人がいない。初心者にとっては明らかに高度な練習。この難題についていくことはできるのか。いえ、栃木はいいとこいっぱいありますね。宇都宮、その心臓宇都宮だ。やってく、いっぱいいいとこ、夜景も綺麗で餃子もうまくて最高じゃないですか。めっちゃ良かったです。ね、宇都宮、宇都宮だ、もういいですね。最初の方に言ったやつ、あ、これをこう言おうと思ってる間にどんどん話が流れちゃったりもするんで、どこでこのワード拾おうっていうのを決めるのかっていうのがちょっと難しいなっていうのあったんですけど、いろんなワードが出ても1個に絞ったりとか、うんうんうん、で逆になんかどうでもいいワードを拾っちゃってそれをどうしようってなるのが一番良くないんで。あ、なるほど。一方、井口に対するスチューデントは、あのスパン短くないですか。トンツカタン森本。ああ、確かに職人いつも感謝してるよ。ただあんたは今日心が昇進するだけだぜ。前回は硬いライミングを次々と吐き出し初戦を突破した森本だが、続く2回戦で雷巧みに敗北。大声でこのまくし立てられちゃってビビらないような精神力、これを保ちたいなと思ってます。そんな森本に最適なティーチャーが。うわドタマさんだ。おはようございます。おはようございます。みんな個性強くなってるよね。これまで紺野ブルマ、雷匠などを厳しく指導してきたスパルタティーチャードタマ。早速森本のスキルを分析した結果を発表することに。ポイントになります。はい、まず長所、はい、まあ、ツッコミですね。ありがとうございます。面白いニュアンス、嬉しい。とライム、畳みかけるように、はい、返せてよかったと思ったので、はい、こっから怖いですよいうのが心苦しいんですけど、短所、まあ、キャラが弱いと、はい、入ってしまいました。ハキハキ言うじゃないですか。あえて今日ここでさらけ出してしまいました、はい、そして声量ですね、はい、もうちょっと声量があるとよりここが生きてくるのかな。めちゃくちゃちゃんと教えてくれるんですね。でも勝率が上がらないんですあ、その辺はちょっとコンプレックスとしてあるんですが、勝ちたいです続いてはこの対戦。5人目のスチューデントは全く怯えてない。誰が来ても僕が勝ちますよ。学付け木田。芸歴8年目のコント職人。芸人としての知名度はそこまでないのだが、たくさんの知らないことを考えて、中学時代からラップにハマり音源制作まで行う正真正銘のヘッズ。そんな木田とタッグを組むティーチャーは、よし、証言です。おはようございます。おはようございます。あ
前大会では紺野ぶるまを指導し見事ベスト4へ導いた証言。2013年の大阪の UMB で運も重なってベスト8まで行けたみたいな。2013年 UMB の大阪予選に出場、ベスト8まで勝ち上がった実力者だが、東京の UMB 2015年か16とかに出て1回戦で負けたみたいなのがあって、もうそこからバトルちょっと怖くなっちゃって、もうバトルはやってないですね。好きで始めたラップバトルだったが、そこで苦い経験が。ガーって言ったら、その終わった後に、あれちょっとなんどういう意味だみたいな感じで言われた経験とかが結構過去あって、本当にもうちょっともう怖すぎるでもやっぱり他人に悪口を言うっていうことに対するリスクを感じてる。相手をディスることに恐怖心を抱く木田に対して証言ティーチャーは、嫌いだから相手を倒したいわけじゃないじゃないですか。あ、そうですね。自分の中の向上心で、嫌いだから任せたいんじゃなくて、負けたくないから勝ちたいじゃないですか。あ、そうですね、はい、あ、その気持ちに徐々に本番までに作っていくのが一番大事だと。あ、ありがとうございます、はい、なるほど。一方、学付け木田に対するスチューデントは、待ってましたっていう感じで、紺野ぶるま。信じまぜとかしたいとか、もしかして私としたいんですか、私。巧みな下ネタと固いライムを引っ提げて挑んだ前大会では、優勝者杉本に屈してベスト4で敗退。お前が思うより凛しいぞ。苦手な感じのビートが来た時に迷子にならないようにしたい。もうすっかりラッパーです。わかるビートアプローチを鍛えたいというブルマを指導するのは、いや、ワッサブルマ調子はどう。初女性ティーチャー。女性ラッパーのパイオニアとして不動の支持とリスペクトを集める小町。2005年の B ボイパーク MC バトルでは準優勝に輝いている。番組初の女性ティーチャー、そのレッスン内容とは。ラップに関するその語彙力とか、そういった部分はもう素晴らしいもの持ってらっしゃるんで、あとはやっぱりリズムとグルーヴ感ですね。それが学びたかったんです。本当にその思いに応えるべく、小町ティーチャーの出した練習方法が、私が昔サイファーやってる時代とかは